はい、トゥインクルコーポレーション所属振付師のパーツ石場です。よろしくお願いいたします。2024年7月の19日、夜の7時50分ぐらいでございます。はい、今日はですね、北千住で、開催される大道芸のフェスティバル宿場町大道芸祭のね、お話をしたいなと思うんですけれども、まあ先日発表されました。はい、第1回目ということでございますけれどもね、こう面白いメンバーが集まって、素敵な、フェスになるんじゃないかなと思います。はい、ですね、ちょっと紹介していきましょうかね。パーツ芝ミュージックサーカス PMC ですね、 PMC が出演します。僕、堀部ちゃん、菊池くん、ベニカちゃん、桃奈ちゃん、このメンバーです。はい、もしかしたらドールチームの、角ちゃんとかもね、バンってもしかしたら入ってくるかもしれませんけれども、まずはそのメンバーでございます。はい、そしてアイアイちゃんね。はい、アイアイちゃんはクラウンショーですね。僕らもショーか、ライブで定点のショーで、アイアイちゃんもショーで、参加されます。はい、パントマイムのかけしさんって方がね、おります、出演してくれます。そして、岡くん、ね、サムライパフォーマーの岡くんがまた、チームで出演してくれます。はい、でカリオンね、カリオンも出演してくれます。そして、雨のしず、そして、アンティークドールリリー、そして、青くんのキャラクターは石田さん、この辺の人形だったり彫像チームもね、スタチューもね、出演してくれます。はい、で回遊してくれるね、バルーンのまとめちゃん、バルーン作ってね、配って歩いてくれます。ワンダフルワールド、ブランシェちゃんと春の、ちゃんです。はい、で、フラダンスがあり、チアダンスがあり、そんな感じの、フェスでございます。はい、なんとかね、こう盛り上げていきたいなと思ってますので、8月の4日、北千住はですね、西口の方です。丸井がある方。はい、駅を背にしてまっすぐ歩きます、商店街を。で1個目の信号の交差点、はい、そこ右からがもう宿場町通りで、商店街でございますから、もう簡単です。で駅から歩いても2、3分です。はい、そんなところにございますので、8月の4日11時からごめんなさい13時から18時まで、ショーの場所は、2カ所、そして、人形彫像さんが2カ所で、回遊を、ね、してくれているパフォーマーが、2組でございますけれどもね、開催しますのでぜひ来てください。行き方はですね、少し前の動画で、投稿してますので、そちら見ていただけると分かりやすいかなというふうに思っております。はい、タイムテーブルなどは僕のパーツ芝のダイヤモンドブログを見ていただけると、北千住のね、宿場町大道芸祭の詳細が書いております。といったところでございますかね。はい、ぜひ楽しみにしてください。ちょっとまだこれも考え中ですけど、 PMC は衣装を衣装用で用意した着物が実はあるんですけど、それ着てやろうかなとか、みんなで、ちょっと考えたりもしてますので宿場町なんでね、面白いかなと。でも別にはテイストでやるわけではなく、服装は違う、衣装は着物でガンガンパンクロックみたいな、迷宮迷宮やっちゃうぞみたいなことも考えておりますけどね、その辺はまたこの後会議したいなと思っております。はい、10月の方もね、もう今いよいよ準備をしてますので、私もしかしたらまた場所がね、商店街増えるかもしれません。増えたらまたアーティストさんも、パフォーマーさんも増やしていこうかなというふうに思っております。はい、
まあ、予算の都合もありますのでね頑張っていきたいなと思っております。はい、というわけで、8月の4日はですね、ぜひ、北千住にね遊びに来てください。まあ暑いと思うけどね、うん、まあ、頑張っていきたいと思います。